どこに行ってたんだ。店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに。キャンディス、どうかしたのか。いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの。ちょっとした謎々さ。あ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。かと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディタワーを作ることよりも急を要することなのか。ちょうどいいキャンディの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか。ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。さ、仕方ない。この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。わかったならはよ動くんじゃん。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃカーベ、フロート車を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしなら、チロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃん。これ持っていけ、うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人、君が試してみてくれないか。僕は横でフロート車の動きを観察しながらキャンディタワーの調整をしたいんだ。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディタワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を。
わしらはキャンディー作りの準備といこう。コレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。どうかしたのかしら。カービィ。はい。このデザインはなんじゃ。屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリデビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリデビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから？それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ニーラ、何かご用かしら。はい、家臣探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう、ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。危なかったぜ。すまぬカーベ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。
別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああー、もうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。あ、はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい、後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。気の毒に、ワコードよ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。宗神様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったですが。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。